子供たちははっきり宇宙から来たっていう子がものすごく多いですね。2010年ぐらいまでは空の上からとか、雲の上からやってきたよっていう子がもう圧倒的に多くて、まあ、多分そういう子たちは地球から地球に生まれ変わってきた子だと思うんですけれども、2013年14年ぐらいからもう大体子どもたちは宇宙から来たっていう子がかなり多くて、どこどこ星から来たとか、まあ、太陽系も土星とか金星火星から来た太陽を通ってきたとかいう子も結構多いので、もう、そうですね、比率からいくとかなりもう宇宙の意識を持った子たちが多いんじゃないかなというふうに思います。ジャスミンさんのワークショップでよくチャネリングが起こるもんですからね。である時はそのやはり銀河宇宙連合のチャネリングが起こってですね、そこで下ろされたメッセージが、皆様の星にいる惑星にいる子供たちを最優先にしてくださいと。で、大人はその引き立て役に回ってくださいと。で、子供たちのことを基準に第一に考える分ならば、それは方向性を間違えることはないでしょうと、このようなものでしたね。でもこれが今ここを自分の意識が生き始める、今ここ、この自分を生き始めると、その離れていても不安ではない、一緒に共にあるんだということが分かります。で、そのレベルが星や月とも同じように起こってくるんですね。星や月とも共にある、今ここにこの瞬間大きな意識の中で共にあるっていうことが感じられるようになってくる。それが宇宙意識が開くことであり、月や星と共に生きること。 You just have to tune into that frequency. And so that's the energy when we're naming an alchemy. That's an example of what we're going for to anchor within somebody else.To activate within somebody else, for them to look at and to watch them transform in the way the caterpillar becomes the butterfly. That's my service. To be able to feel that mana and watch the soul transform, that is my gift.私も傷つき、あなたが私を傷つければ、あなた方も傷つきます。私たちは